い、こんにちは、にゃでーす。ということでね、ネレキティの教練85秒の編成紹介していこうと思います。もし参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。編成はこちらです。いつも通り代用の前に組んだ編成紹介すると、ネレキティにゾロ、ハンコックにカタクリ、式神にラージャン、式神に式神、ネレキティにゾロです。継承は全部スキレベ1で OK で、必要スキルは20です。バッチは攻撃バッチです。リラフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体で闇タコが1個あれば OK です。ゾロは50杯か2つが役割で、フェイターンで代用できます。キティの潜在を2人とも悪魔キャラ3つにして、片方の未識神でも OK です。続いてカタクリです。カタクリはエンハンスと無効貫通とダメージ吸収スキルが役割です。エクゾディアでも代用できます。続いてラージャンです。ラージャンはスキブと50杯かが役割です。たまらない50杯か武器にして、育成バックスキブ3でも OK です。続いて式神です。式神は50杯かと回復キラーと闇タコが役割です。ゾロやフェイタンにして、キティの潜在を回復キラー3つと、回復キラー、悪魔キラー2つで、モア出現時に、ネレスキル使用でも OK です。続いて、本体大のための役割です。ハンコックはスキブ級が役割です。スキブ級で裏のスキルが溜まれば何でも OK です。続いて、立ち回り見ていきましょう。例によって倍速で見ていきましょう。まず1回とね、ネレキティ両方変身して、式神打ってずらしていきましょう。はい。これで突破していきます。続いて2階層ですね。2階層からはずっとね、式神ループで殴っていくだけですね。8消ししないようにちゃんとね、6消しで殴っていきましょう。で、ちなみにね、これね、裏のね、式神が溜まっちゃってても、裏がね、式神だから問題ないんです。はい。さあ、続いて4階層ですね。4階層も式神打ってずらしていきましょう。これで突破していきます。さあ、続いて5階層です。5階層も式神打ってずらして突破していきましょう。はい。そしたらね、もうボスですね。ボスは、片栗と式神打って殴っていきましょう。はい。片栗。式神でずらして突破です。はい。これで終わりですね。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムはこんな感じになってます。はい。ってことでね、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。